どうもはい、カレーがカレーです。ちょっと器を変えてみました。そして味噌汁、これいただいたやつですね、はい、器を変えるとうまくなるか。カレーと味噌汁って合いますかね。カレーと味噌汁、あー味噌ってなんでこんなあれなんですかね。味噌汁って半端ないですね。なんか忘れたものを味噌汁と思い出してくれますよね。カレーだ。非常にカレーです。玉ねぎ多めの。2回目ね、これ。ちょっとカレーにこれ入れました。これプルーン入れてみた。ちょっと酸味が出てきましたね。ちょっと酸味が、いや、このカレーのために僕は1日ずらしましたからね。でもね、ちょっと東京ね、めちゃめちゃ行きたくない。東京行きたくないです。東京に行きたくない。めんどくさい。車でですかね。車で東京って、まあでも車検があるんでね。車検があるんでしゃあないですけど、車検があるからしょうがないけど、いやきついな。やりたくない仕事があって、やりたくない仕事はね、でやりたくない仕事をずっとやってないんですよ。どうしようかなって、やりたくない仕事を後に回すっていう僕タイプなんですけど、
もうね、下道で行こうと思ったんですけど、無理ですね。無理。普通に無理。普通に無理ということで、高速で行きます、高速で。高速で行きます。今何時だ、今から出ちゃおうかな。思い立ったら吉日っていうのがあるじゃないですか。今から出ちゃおうかな。で、深夜割でねんですよね。今何時だ、今1時13分、1時13分、今から出ちゃいます。こう思い立ったら吉日ですからね。今から出て、まあ3時でしょ、2時に出ようかな。夜中2時に出ようかな。まあちょっと寝たんで、僕夜寝したんですよ。夜寝したんで、よし、出よう。てか間に合わない、本当に。いや、東京まで結構遠いっすからね、マジで。間に合わねえ。ボケボケしとったら間に合わねえ。まあいい。全然間に合わない。で、最後このこいつも終了、これ。これ終了。で、今から準備します。まあちょっと寝たんで、全然大丈夫ですね。で、夜の方が高速深夜割になりますからね。で、しかも空いてるんで、しかもね、まあ、ここら辺だったら多分大丈夫だと思うんですけど、深夜ね、3時とかにあんま張ってないでしょ、うん、深夜3時とかに張ってないと思うんで。まあ以前ですね、僕東名、新東名で夜中3時半に捕まりましたからね。夜中3時半にですよ、捕まったんですよ。マジでみたいな。まあ警察の人も大変やなと思って。夜中3時半にいるんですよ、マジでみたいな思いましたけど、ちょっとびっくりですね。びっくりマンチョで。ということで、ちょっとあの旅立ちの準備をしようかなと思います。旅立ち3時には出たいな。ちょっと準備、今1時16分なんで。給湯温度40度です。今から部屋の掃除とかして旅立ちの準備をしたいと思います。では。